た。あ、そう、和也さん誕生日おめでとう。見ましたよ、おめでとう言えてよかった、おめでとう。あ、甘やかしに来たって、やった。甘やかしてください。配信の調子悪かったみたいで、すいません。でもイーナ研究所がね、あれなわけじゃなかったから、みんなアーカイブ見てください。また久しぶりになってしまった。琴音ちゃんありがとう。だからさ、全然コメント読めてなくって、どうでしたか？でも見れてないからあれか、みんなさのコメント見れなかったから、アーカイブ見たらぜひ感想待ってます。晩ご飯、今お弁当食べました。ハンバーグ食べた。後半の感想言えない。そうだよね。あ、きゅうりちゃんこんばんは、今日も来てくれてありがとう。お疲れ様、ありがとう。あ、仕事頑張って、みなぱまさん、のりさん、ちらこんばんは。お酒飲みすぎて頭痛いな。いやー、気をつけて。しじみお味噌汁飲んで。ゆうちゃんこんばんは、初見です、ありがとう。ずっとペンギン持ってたの、トリビーのこと好きじゃん、言うと思った。お話し会申し込んで、やったー、ありがとう。テイさん待ってるね。復帰したと思ったらみんな黙々とお菓子食べてて、お菓子美味しかった、もらってきました。はい、カーペット持ってきましたよ。あ、愛してるゲームは決勝戦見れなかったのか。これめっちゃ美味しかったの。これ後半で私食べてコッコに勧めてるから見て。そう、食レルプラネットです。お母さんと家族とドハマりして、あのペンギン3匹とコアラはお母さんのに仕送りもらった時に段ボールに入ってきました。あとは全部ね、北海道に置いてきました。初めてお話し会申し込んでみて、ありがとう、待ってるね、お話し会。きゅうりちゃんハートありがとう、ハート、きゅうりちゃんありがとう。田所さん流れ星ありがとう。今度あれしよっかな、食レルプラネットな並べたのメールで送ろうかな。シャンプーはチャートにプッシュです。今日も可愛いです、ありがとう。あ、トリスさんお疲れ、ありがとう。我が家も集めてます。お、すごい、一緒だね。実家大丈夫だった？大丈夫だったみたいです。食べていい？今日はお仕事だったからいいよね。食べます。あ、アタックケンさんありがとう。チチチチチチチ、あ、26秒、どうしようかな、何歌うかな。右から左、後ろから前、下から上へ大騒ぎ。以上いただきます見てほら、美味しそうでしょこれ。チチ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 、てかホテルの部屋そんなやばいの、やばいですよ優しく扱ってくださいね。やだ、あれで寝る。うんうん、うんうん、クッキー
クッキーにチョコが挟まってるみたいなやつ。微妙に北海道弁入ってますか？え、北海道弁になってる。気をつけてる。翔太さん、ありがとう。公園伸びちゃったからもうちょっと食べる。テロップつけます。うん、ありがとう。兄ちゃん、チチ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 。ね、ついてる？ついてないよね。はじめまして、僕もどさく、じゅんさん！なまらありがとうは言わないけど。ありがとう。のざりんさん、フォローありがとうございます。そう、良い公演にする準備期間です。私は、表情管理頑張ります。だからみんな、ギャップにやられてください。配信慣れしてきて嬉しい。わい、誰やねん。初期の頃から見守ってくださるファンの、大切なファンの方ですよ、松重さん。休み取ったのに公演延期、うん、ごめんね。皆さん、いや本当に普段の私と違う私をお届けできるように頑張ります。公演では塗りすぎた、塗りすぎたやば塗りすぎた。大人っぽくなるの。かっこいいところもお見せできるように頑張ります。ムラがそう。赤くしちゃった。塗りすぎちゃった。まあいっか。もう許して。ニーナルームから来ました。美しすぎて見惚れるわ。ありがとう、ひなみちゃん。そう、今日は濃いめ配信。唇濃いけど許してね。甘えん坊のとことか見たいですよ。見せません。私は甘えん坊じゃないので。お友達といるときは甘えるけど。ポップフェスのポニーテミズミンが美人すぎた。ほんと？嬉しい。いつも可愛いよって、ありがとう。タジタジだったけど大丈夫だった。うわ、意地悪だ。大丈夫。あ、アンナちゃん、はじめまして、みずみんです。お願いします。甘えた時の好きって言って。やだ、ファンにも甘えてもいいんだよ。甘えません。
山福さんだるまありがとう。萌えセリフ言えません、萌えセリフなんて。筋肉痛治った？筋肉痛？筋肉痛って言ったっけ、みゆ。筋肉痛じゃないよ、全然。誰と間違えてるんだ？卒シックスさん、ラブってありがとう。話し書いてどんな感じか再現してみて。どんな感じか再現？あ、はじめまして、みずみんです。お願いします。何々？何々って何々なの？あ、そうですよみたいな、そんな感じだよ。リアル猫のやん。やだよ。やだやだ。画角が。おお、斜めるじいさん、音符ありがとう。愛してる何回も聞けたの嬉しかったです。よかった。これあれだよ、イーナ研究所で来てたやつだよ。兵庫県にいます。理由は聞かないでください。嫌な予感がするので私も聞きません。毎日のレッスン、昨日お休みだったんだよね、レッスン。あれ、昨日お休み、そう昨日お休みだったんですよ。やっと帰宅しました。おかえりポンズさん、ハートありがとう。パジャマでドライブしませんか？パジャマドライブしますか？パジャマでドライブ。ただの出張です。あ、じゃあ嫌な予感外れました。ちゃんともらいましたよ、もこもこパジャマ。暑いから冬に着るけどね。踊るのと歌うの、踊る方が得意です。歌は苦手です、下手くそなんで。踊りは好きです、踊るのは。田所さん、ハートいっぱいありがとう。本当にいっぱい。かわいいよねこれ、嬉しい、もらえて。自前のパジャマじゃなかったのね。自前のパジャマはたまにショールームで配信するときに着るね。ドッキリ見ました、演技うまかったですね。本当ですか、見てくれて嬉しいです、ありがとう。前髪ありも見てみたい。メールでモバメに載っけてます。お話し会で愛してるユーゲーム、いいよいいよ。じゃあそっちが愛してるよっていう方ね。みは言わないよ、いい。それでも桃花であだ名、もんちゃんかわいいじゃん。もんちゃん好きだよ、みゆ。フルーツの皮むき成長したね。そう、上手になったんですよ。暑くないの？暑いよ。でも今日はこれで帰ってきたから、これで元気です。それはゲームなのか。ゲームだよ。ファンの方が愛してるよって言ってくれて、もう一回ってみゆが言う。みずみんメールおすすめだよね。うん、おすすめです、みずみんメール。おすすめです。言われたいんですけど。おじさんに会いてるよって言われるのきつい？全然きつくないよ。まあでも、まあ言ってって言われ、言ってってかね、ゲームそっちが愛してるよっていう方だよって言われたら言ってもいいけど。顔真っ赤になるってかわいい。今日のアーカイブ上がってる。お、見て見て、感想待ってます。みゆも感想聞きたい。全然コメント読めなかったから、どんな感じだったか知らなかった。お話し会でやる？やっちゃう、お話し会で。出れずに1000回入れたら結婚できるやつだっけ？違うでしょ。違うよそれは。え、そうなの？あ、山福さん音符ありがとう。
言い続ける覚悟あるよ。あ、いいじゃん。いいな研究所ってどこで見れるの？ほんとね、有料配信なんだ、ニコニコちゃん、ニコニコの。後で見るの、ありがとう。愛してるのはミユだけだよ。ほんとに好きだよって言ってすぐ照れるじゃん。まあまあまあ、みずみとお話したいのでオンラインお話会申し込めます。アンナちゃんありがとう、待ってるよ。お話しようね、いっぱい。やった、ありがとう、嬉しい、待ってます。うわ嬉しいな。甘えるよりも、甘えられるより甘えたいですか？私上手に甘えられないんですよ多分、知らんけど知らんけど。初見です、巻き巻き巻きさん、初見です、ありがとう。申し込んだけど話せる自信ない。何でもいいよ全然、申し込んでくれたことが嬉しい。ログインできなかった、そう今日はちょっと不具合があったらしいので、アーカイブ見てください。僕が甘えるなら甘やかしてください、仕方にいいなお話し会もんちゃん待ってるよ。関西人みたい。そうなの？あ、みくなばさんこんばんは。大人っぽくない？大人っぽいですか？メイクしてるからだと思う。僕の前でだけ甘えてくるミーを想像してみた。どうだったどうでした？ファンレター送っておきました。あ、嬉しい。読みます。もらえたら読むね。まだもらえてないんだ。コメント荒れてたの？悲しい。9割くらい知らんけどってついてるよ。知らんけど、知らんのかいお話し会申し込みますね、やっさん。おーい、やっさん甘えてくるみずみ想像しにくいでしょ。朝みずみのまま甘えてきましたもかちゃんみずみずになってる、嬉しい。田所さん流れ星ありがとう。あ、猫母さんありがとう、フォロー。そう、ファンレターのさ受け取りも延期になっちゃった、早く読みたい。公演延期ちょっと悲しくて、悲しかったけど誰が悪いわけでもないし、でもちょっと結構私は落ち込みましたね。でもパフォーマンス力を上げれる期間が増えたということで頑張ります。結構落ち込んだよ。あ、みんなと会える日また遠のいちゃったって思ったサマスタあるんでなんとか生きていきます。うん、そうだね。お誕生日あたりには手紙出そうと思いますって。嬉しい、待ってるよ、ずっと。より良い公演見せてくれます。あ、見せてくれるよね。うん、見せます、より良い公演。絶対に皆さんに良かったよって言ってもらえるような公演にしますね。アルファルファさんこんばんは。サマステで発散しよう。うん、そうする。生まれ変わったらみずみになりたいです。なんない方がいいよ元気な時に初日迎えて素敵な方が見たいのよ。うん、頑張るね。公園にサトシックスと書いてもらった、それはすぐ見つけれるわ。あ、サトシックスなんだ愛してるよ、ありがとう、ともやさん。あんまり切り抜かれないところ。え、切り抜かれない、何が？あれ、公演初日お休み取っちゃってた人ごめんね。
すり指になりたいです。なんで？閉じっこだからね。閉じっこじゃない。ピッコロさん、こんばんは。サマステはその分盛り上げるね。おお、ありがとう、嬉しい。盛り上げてください。楽しもうね、サマステ。親指になります。どんどん指が完成してった。ひろゆきさん、こんばんは。かわいい、海に入りたい、ありがとう。こんばんは。有給休暇という制度があるのでね、使ってくれるんですか、私たちに。使ってくれるの、有給。ヤスさん、音符ありがとう。音符、音符、音符、音符。学校にはないのな、なんでなんですか。本当だよね、学校にも有給欲しいよね。美味しいは美味しいだっさじゃなくて、美味しいさになるのはなんでですか。え、なんでも何もない。美味しいさ、美味しいだっさじゃない、美味しいさだよ、これ美味しいさってなる。慎太郎さん、ありがとう。ちち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 ありがとう。ちちちちちち美味しいさ。え、聞いちゃったんだ。美味しいさは聞こえてた、見れたんだ。ヤスさん、ありがとう。サイリウムいっぱい、嬉しい。ウィンク。確かに。エリちゃんが美味しいさ言ってるのめちゃくちゃつぼんないね。みずみに沼りました。これからもっと知っていきたい。あ、嬉しい。どんどん沼ってください。キュウリちゃん覚えやすいからすぐ覚えれたよ。好きな時に休みが取れる。え、すごい、それ良いところですね。深くてなかなか抜け出せない。嘘。山福さん、音符ありがとう。いつもありがとう。クマロックのギフト来てたよ。そうなんだ。桃が食べたくなりました。桃またね、エイちゃんのお母さんが大量に送ってくれたの。桃だから明日からもいっぱい食べれるんだ。いいでしょう。いつ始まるの公演って。ね、延期になってしまったんです、コロナの影響で。だからもうちょっと待っててね。アンプアンプ。明日か明後日に実家。いいね。滝まもさん、こんばんは。コロナ就職してほしいね。熊之助さん、ハートありがとう。サトシックさん、オンパありがとう。明日波動。いいな、マスク光ってるの見てみたい、直接。ソララもめっちゃ桃食べてた。17期研究生、桃流行ってます。お盆休み。おあ、視聴者1000人突破、ありがとうございます。東京は第二の実家って言えないかな。見に行ってきたら、見に行こうかな。客席に登場。なんかうちは作っていこうかな。桃フィーバーかな、時期だからね、桃の。あ、みおもしまことさんだ、こんばんは。なさん、ぽんさん、ハートいっぱいありがとう。おー、ハートハート、頑張ってください。ゆうきさん、ありがとうございます。頑張ります。レマじゃん。誘うな誘うな。破壊神の水見、ヤッホーって。ヤッホー、破壊神は否定したいけど、ヤッホー。
呼んでくれてありがとうって、いいえいいえ、きゅうりちゃん花火ありがとう、嬉しい。ひでとさんこんばんは、ぜひ同伴させていません。ヨーグルトの美味しい食べ方、甘くないのはメープル入れる。明日遊園地デート、遊園地行ったことない、行きたいけど行きません遊園地行きたいな、いつかドボンで行けるけど。遊園地デートは、トリピーさんは遊園地デートが好きなんですね。ハラミさんマジで顔タイプ、嬉しいです、ハラミさんラブタオルのギフトも新しく加わったよ。うん、なんかね投げてくれてる方たくさんいました、嬉しいです、見たよ、可愛かった。みずみのお話し会ぜひ来てください、応募してね、待ってるよ。くまのすけさんこんばんはって、くまとべーってやってるやつ、こんばんは。北海道の有名な遊園地、ルッツかな。家でしたい派なのでお揃いですねお揃いですね、家かもう最高にとびきりの夜景。水族館いいね、水族館行きたい。ピューロランドでライブしてほしいって、したい、いつかね、いつかできたらいいな、かわいいよねサンリオ。ハワイでプロポーズ、すごい、すごいね、ハワイでプロポーズは女の子の理想なんじゃない、一番の。キラキラ星さんハートありがとう。ルストはスキー場のイメージ、確かに、でも遊園地もあるしプールもあるよ。江ノ島行ってみたい。なんでそんなに肌白いの、光です光のおかげだよ、これ消したらだって全然だよ、ほら全然でしょ、全然違うでしょ。ディズニーでカーチューシャつけてもらおう、いいね、回りたいね。プロポーズされたいって、ヤスさん、トモヤさんがされたいって元気ですよ。あ、インテリアクザさんだ、こんばんは。白い？白くないよ。結婚式2人で、まあ、いると思うよ全然。了解、結婚してくださっちゃう、私のファンの方同士で結婚しました、成立です。トモヤさんとヤスさん成立おめでとうございます。ヤスさん彼女に怒られる。プロアイドルのポーズ見せてください。アイドルっぽいでしょ、ハートしてればヤグイ出身って色白そう、そんなことないよ。え、本当に私は白くないです、直接会ったら分かります、白くないんです、本当に白くない、あの期待しないでね熱くないの、うん、今は大丈夫。ちゃんとスクショできた、ありがとう。漏れてますか、後で打ってホームラインする、粉々になっちゃうよそのハート。函館山の夜景見たいな、
接会いたいね。早く会いたいな、直接。肌綺麗、ありがとう。もこもこ暑そう、暑そうだよね。でも今クーラーつけたので大丈夫です。ヤスさんもうおふざけいいから。生で見たけど白かったよ、雪かと思った。じゃあ私は雪です、雪です。トリピーさんくらいじゃない、生で見たの。あとは波動に来てくれた方だけだと思う。あ、でもキスバイエイトもか。幻滅させないで、幻滅しないで、ごめんごめん。平手ゆきです。スタバ飲みたい。絶対似てる、ゆきねのまね。え、マジ、え、ウケる、ウケる。平手ゆきです。新曲の話会エントリーしました、ありがとう。たかまんちゃん待ってるよ。未だに生で見れてないの泣きそう。生で見れてないのにこんなに押してくれてて嬉しくて泣きそう。キスバイエイトで見ましたよって、ありがとう。どうでしたか。アンディさんこんばんは、平田ゆきです。え、下尾さんのモノマネとか、もう申し訳ないです、私がやったら。わー、波動かっこよかった。おー、やった、いや。生みずみん、画面越しの、画面越しの数億枚美人さん。え、本当生の方がいいんですか。私わーって、わーで、わー、下尾、下尾さんっていう言葉が。まあ天使だよね。天使ですか、スマイル天使。水ねえ、みゆねえ、みゆねえ、かわいい。生みずみん実在してますよ。その辺にいる、すぐすぐその辺にいる、歩いてる歩いてる。10年は AKB、 10年いたら28歳。どうでしょうか、私は何歳まで続けられるんでしょうか。野生化、野生化じゃないよ。むみずみんさんありがとう。理由点、タウさんフォローありがとうございます。歩くんですね、歩くわ。歩くわ。30までどうだろうね。選抜入るまでは、選抜入るまで私も破られませんよ。80? タメじゃん、タメじゃないし。何話すか決めてる。決めれない。話したら多分テンパって何も話せなくなっちゃう。年金もらえなくらい。次の次の夏季オリンピックいつですか。水も滴るいいような水の家です。変える、ちょっと今の恥ずかしい、もう「ミー」と言う、忘れた「ミー」って「私には愛が必要です」って、 あなたの愛が必要ですって、もうちょっと恥ずかしくなってきちゃった。キャッチフレーズって恥ずかしいよね、恥ずかしすぎて。タメなの嬉しい、ミーも嬉しい、タメの子が押してくれるなんて嬉しい。変えたら愛ありません、変えませんけど、変えませんけど恥ずかしい。3年くらい見ないで我慢してみようかな、いるか分かんないですよ。とか言ってみる。
26年、今って何年？2022年。ゼロさんラインです。嘘つけ。たくさん愛あげます。やった、たくさん愛もらいます。キャッチフレーズは大体みんな恥ずかしい。そうだよね。結婚してって、トリピーさん、イエーイ。揺さぶるのがうまい。嘘、愛あげた、愛もらった。もう2022年らしいですよ。兄ちゃん音符ありがとう。音符音符ありがとう。こんばんは、ゆりたん、ゆめゆりたんさんさん、こんばんは。おじさんが多いけどどうって、嬉しいですよ。私を見つけてくれること自体が嬉しいですよ。山奥さんハートありがとう。2028年、もう想像できない。直樹さんこんばんは、はじめまして。あ、メキシカンサンタさん、イエーって、イエー。おとちゃまこんばんは。直樹さんフォローありがとうございます。年齢なんか関係ないですよ。本当だよ、そうだよ。でも私のファンの方比較的若い方多い気がする。愛を送ってみた、愛受け取りました。サトシックスさんありがとう。みも愛を渡します。高校生男子はいないかも。大学生、大学生20代30代とか、女の子のファン多分多い方かな。気持ちは若い、フレが十分です、十分です。大号泣泣かないで。40歳はまだおじさんじゃないでしょ。 JK ならいます。ひよちゃん JK だもんね。昭和生まれです。まあ、なんでみんな謝るの、全然いいからね。34歳とか普通に若いでしょ。え、若くない。みずみは令和生まれだっけ。もうできてないよ、 AKB 入れてない。男子校、男子代表として挨拶させて、松重さん、じゃあ男子高校生に広めてください。いないので全然ファンの方。40歳、うん、40歳とか全然若くない。 JC です。みずみかわいいな。やっさんふざけないの。17です。そう、もんちゃんも17歳。ともやさん誕生日おめでとう。でもそれは近くなったらまた言うから、また言って。最近16歳になった、若い。楽しい時期だね、16歳とか。楽しんでね。 TK だし DD です、おい。ジャンゴさんほらありがとうございます。女性ファン獲得できそう。女性ファン多い方かな。23になる、23歳楽しそう。20歳あたり楽しいよね絶対。 JO JO ってことは作んないで。18歳になるって、え、じゃあ今月で同い年だね。23です。23歳とか20代多いかもしれない。20代の方多いね。当日誕生日報告、うん、待ってるね。お、 GG です。トリッピーさんも、トリッピーさんもヤスさんもふざけないの。23多い。頭皮ケア頑張ります。頭皮ケア頑張ります、面白い。
かずやさんハートありがとう。まとめて怒られた。もう2人まとめ、もう2人はね一緒25だけど26になる。若い若い。ニコイチ、ニコイチ。ゆくに何歳でしょうか。え、きゅうりちゃん20歳くらい、25以下だと思ってる。え、わかんない、何歳トレピーさんとヤスさんはセット、うん、セット多分考え一緒だからセット、やることもきっとふざけること一緒だからセット。あ、ゼロさんだ、こんばんは。フルフォローしました、ありがとう。20歳になった、若い近いね、年2歳くらい。じゃあミユが高1の時に高校3年生だ。セットなの？セットだよ今年の誕生日はみずみに祝ってもらえたか、最高1日になりました。よかった、嬉しい、そう言ってもらえて。あ、1500人行きました、嬉しい。夜遅いのにありがとう、みんな見てくれて。ニーナと同じ誕生月だよって、今月じゃんそうだね、8月29今月だね。あ、まさまるさんこんばんは、嬉しすぎやん先輩疲れが遅くさせた、あー大変だ。メキシカンサーテさん、とうとうありがとう。メンバーに なりました。あるんだ、そう。ご一緒にポテトはいかがですか。ポテト付きでお願いします。飲み物もお願いしていいですか。58ですか、応援していいですかって、全然嬉しいですよ、お願いします、応援。ユニットデビューします見たいので待ってます本当に AKB48 好きだなって。私も好きです、 AKB。 まさまるさんハートありがとう。44分、未来メロンさん、ほら、ありがとうございます。ハートちなみにニーナもやばい、お、よかったね、おしめしでお願いうまい、あ、兄ちゃんありがとう、サイリウム、ダンスは習ってないですよ。ダンスはやったことないです。バトンはやってたけどダンスは習ってない。いい系見れなかったから明日の昼休み見たら感想教えてね。タカさんこんばんは、ねうまさんこんばんは。生きてて偉い、生きてて生きてて偉いよ。あ、サトシックスさんありがとう、サイリウム後はすごかった、また見たい、おー嬉しい、またいつか。あ、こんばんは、わん。ブレッタさんもこんばんは。いつも甘くしてるじゃんってなったけど足りない足りないみずみんも偉いよ、ありがとう。みゆも偉い、
TikTok とか見るの？って。あんま見ないかな。バトンはいいのポイントあげたかった、もらいたかったけど負けちゃった。大谷負けました、ソララに負けました。ミスミのおかげで AKB ファンやめなくて済みました。嬉しい。あくしゃみ、止まった、よかった止まった。くしゃみ、私可愛くないので止めないと。泉の写真アイコン、お気に入りの写真、でもなんだろう、可愛いの。あくしゃみ、止まった。いや、したいよ、したいけどさ、惹かれたくないもん、本当に可愛くないの。くしゃみ、ナーサーのポンさん、ハートいっぱい、おお、いっぱい、ありがとう。絶対可愛いくしゃみしてる、そういうこと言うから。可愛くないからしないんだよ。配信終わったらもうしよう。くしゃみ聞けるまで寝れませんって、じゃあもう一生寝ないことになるよ。くしゃみ頑張れって、なんでくしゃみ応援してるの。ムーさんありがとう、ハート。もうね止まったよ、もう止まっちゃったもんね。花粉症とかないかな、ないですね花粉症。あのさ、鼻に入れるさ、コロナの検査するやつ、めっちゃくしゃみ出そうになる。くしゃみ配信まだですか。くしゃみ待機しなくていい。もらいくしゃみって聞いたことないよ。西恵美くん、あしそう、おー、くまねパパありがとう、音符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 。切り抜きはしないでください。そう、抗原検査、抗原検査かっこいい、ありがとう、キラキラ星さん。インフルの検査のやつ絶対泣いちゃう、いつも。タワーのご褒美しませんよ、くしゃみは。最近の北海道暑いから、ゴキちゃんとか普通に出そう。いや、出ないと思う。切り張りはしていいんですか、技術持ってない。言うな言うな。なら言うな。くしゃみしたらその動画作ってくれる、動画作ってくれるの。ちゃんと全部録画してあるからね。怖い。え、怖い。え、怖いよ。怖い怖い。トン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 。アイドルのくしゃみ聞くの好きです。どういう、どういうこと？ハクションです。私はヘクションじゃない。アクションってなる。え、動画作ってくれるの？ぜひ待ってるよ、見たい見たい。トン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 、え、トン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 。可愛いくしゃみ練習しよう。ハクションってした後に私、わーって言っちゃう。アクション、あーって言っちゃう。ニーナンとかめっちゃくしゃみかわいい。
どういうこと？トン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 で来ていいの？なんで？トン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 。え、くしゃみするときめっちゃこうすればいいの？なんかくしゃみで一曲どうぞ。無理だよ。何の音？何の音？ミーがしたものって全部かわいいよ。え？全部かわいい？やったね。くしゃみ出そう。早く配信終わんないとくしゃみが出る。ニーナのくしゃみ？ね、ミーはできない、真似できないくらいかわいい。1800人ありがとう。呼びれて飛び出てじゃじゃじゃん。知ってるよ。鼻つまむと止まるよ。よくやる、恥ずかしい時。お話し会の受付始まったね。そう、始まったんです。皆さんぜひお話しましょう。待ってます、お話し会。みんな来てね。ずっと待ってるよ。トントントン。何の音？お子めっちゃかわいい。甘々だー、イエーイ。買ったよ、うん、嬉しい。ねえ、現地でも会えたらいいな。10月の申し込んだよって、嬉しい。完売確定？本当？完売確定かな。12月分全然まだ申し込めるんじゃないかな。くまねパパさん、ほらありがとうございます。クリスマスは買いました。お、嬉しい。可愛すぎて言葉が出ないって。レオナちゃんありがとう。レオナって名前めっちゃ可愛いね。て可愛い名前の方いっぱいいる。モンちゃんとかも可愛いし、レオナちゃんも可愛いし、キュウリちゃんも可愛い。被弾すると完売だから、完売しないと思うよ。12月はコスプレする？サンタさんしようかな。サンタさんとトナカイも買ってさ、24と25で分けようかなって思ってた今。トリピーさんも可愛いよ。ヤスちゃんも可愛いよ。本店に戻ろうかな。え？おいで。おいで。私が待ってるよ。おいでおいで。ある意味独特じゃない？え、かわいいよ、キュウリちゃん。なんか、キュウリってかわいくない？キュウがかわいい。なんで同じことコメントしてんだって。同じことしか考えてないでしょ。だからセットなんだよ。あ、クリスマスはちょっと予定入る。はい、予定入る。入る、ほんとに。ね、モカちゃんもかわいいよ。モカってかわいい。しかも、みずみずって書いてくれてるから覚えやすいし。ありがとう。いいえ。なんも。本店の看板娘だよね。全然です、全然です。可愛いですね。ありがとう。あ、みずみん推しって書いてある。やった。誕生日の近くの話し会。11月3日。そうだね。クリスマスはメキシカンサンタさんの出番ですね。泳ぐの苦手。船を降りてきてください。あ、朝さんフォローありがとうございます。56分ありがとう。トリピーさん、ライブランキング読みます。13位、ひであきさん、ありがとうございます。12位、トリッピーさん、愛あげますって、ありがとう、愛もらいます。11位、かずやさん、今日誕生日です。おめでとうございます、かずやさん。10位、田所さん、ありがとうございます。
9位メキシカンサンタさんありがとうございます。8位キラキラ星さんありがとうございます。7位山福さんありがとうございます。犬のやつついてる犬6位アニちゃんありがとう。5位ジョータさんありがとうございます。4位ナーさんポーさんみずみずありがとう。3位ムーみずみずさんありがとうございます。ムーさんありがとう。あ、2位ヤスさんです、ありがとうございます。ふざけないでください1位アタックケンさんありがとう。ミラーボール今日も配信ありがとうって、あ、ね、待って待って明日、あ、ありがとうアタックケンさん、ちちちちち、明日も配信したいからさ、ちょっと58分で切るね。ちょっと明日も配信したいので切ります。じゃあねー、もういい、あ、じゃあミラーボール終わったら切ろうかな。今日も好きだよって、あー、 あー好きって言われた。じゃあみんなおやすみずみみんないいな研究所アーカイブ見てください。明日も配信できるように頑張るね。バイバーイ、おやすみずみ、バイバーイ、切るね。